北陸地方。北陸地方は、本州中央部に位置する中部地方のうち日本海に面する地域である。新潟県、富山県、石川県、福井県の4県、あるいは富山県、石川県、福井県の3県を指す。区別のため前者を北陸4県、新潟県を含む北陸地方、後者を北陸3県などと表現することがある。 北陸三県のつながりについては、北陸三県についての不死を参照。名称は、機内から見て北方にある五木七道の北陸道に由来し、中世以前では、この地域を北国と称していた。北陸地方の範囲は、新潟県から福井県まで東西におよそ4 0 0トルあり、細く長い、歴史的に古代の古志国と呼ばれた地方を多く含み、 若狭国から越後国までの範囲に及ぶ。明治時代頃までは北陸と読まれていた。この北陸地方の道路を指して腰地、北陸道と呼ぶこともある。中央省庁各省の出先機関の管轄範囲は北陸地方を一律に管轄区域としているものばかりではない。新潟県は関東の一部あるいは関東甲信越、信越、東北とする例がある。 福井県は近畿とする例がある。スポーツ大会や国政選挙では人口が比較的少ないため長野県を含めた北新越地方、北陸新越として組み合わせることが多い。雪国として有名な地方である。シベリア寒気団が山脈にぶつかることで冬の大雪と春からの雪解け水をもたらす日本海側気候を呈している。特に 新潟県南魚沼市や上越市の周辺は日本で五市に入る豪雪地帯となっておりスキー場が多く立地している。越後湯沢や妙高高原など大規模なスキー場も集中する。沿岸部と内陸部では積雪量に大きな差がある。代表的な山陸として日本三名山に数えられる立山連峰、富山県と白山、石川県、福井県が挙げられる。 北陸地方が被害を受けた自然災害。内は主な被災権。北陸地方は日本海沿岸の地方勢力として他の地方からは半ば独立した歴史を歩んできた。古代の北陸地方は越国、越の国や陸道、国川の道と呼ばれており地方勢力の一つであった。越国とあるが中央勢力の影響圏外であり、資料が少なく、 統一された国家であったかは不明である。伝説のおろち、山田大蛇が越国から現れたと伝えられ、出雲王権の特徴である四隅都市型紛糾簿が、富山県や福井県などに見られることや、出雲崎、新潟県、中部などの地名の名残から、出雲文化の影響が強く見られる。山と王権の大彦命が、 越国を沈めると、次第に中央集権の枠組みに取り込まれてゆく。大和王権が中央集権型統一国家を成立させると、中央である機内を防衛するため周辺に関所が設置された。当時の東方を守る三関は、東海道の鈴鹿関、鈴鹿峠、東山道の不破関、関ヶ原、北陸道の荒地関、荒地山を指していたので、立令時代には、 若狭国、峰南から東の日本海沿岸が越国とみなされていた。越国は山東県の勢力に組み込まれると詳細に三つの領域に区分された。両政国の国府所在地を見ると、越前国は竹尾、越中国は伏木、高岡市北部、越後国は直越、上越市北部にあたる。 この国府所在地の位置により、当時の山東県の支配領域は、東はおおむね新潟県の上越地方までで、それ以北は領土外であった。しかし、後に支配領域を伸ばすと、天権たるネズガ石と越後三脈役が、北陸道の北限となり、越国から分離される形で、出羽国が設置された。越前国から分離した、能登国成立の時期に解散し、 室町時代末期まで巨大な宗教都市として勢力を誇った平泉寺はこの時代の独立した集団として捉えられる。親蘭が直越に流刑されて以来、北陸地方は浄土新宗の地盤となり、仏教勢力が力を振るうことになった。その頂点が加賀の一向一揆であり、この他にも永平寺などの有名寺院が立地するようにな。戦国時代の北陸地方は、 越後国は、長尾氏、越中国は、神保氏と新稲氏、能登国は、畠山氏、加賀国は一向一揆、越前国は、浅倉氏が支配していた。本能寺の変異後は、上杉影勝、春日山、上越市、笹成政、富山、前田利家、金沢、柴田勝家、福井などの本拠地となった。江戸時代になると、幕藩体制が敷かれ富山、越中は、 のととともに、加賀藩の直接的、間接的支配下にあり、政治的な影響下にあった。加賀百万国と呼ばれた前田氏の加賀藩をはじめとして、前田氏の分家にあたると山藩、越前松平氏の福井藩、牧野氏の長岡藩などが有名である。廃藩地権の際に富山と石川は同じ県になる案があったが、両地域で分権運動が起こり、 別々の県として独立した。浄土新州への経営が深い北陸ではだたい間引きを引んだことなどから人口増加率が高く全国に移住者を出し続けた。収穫された米を近畿へ運ぶための海上交通として多くの北前船が就航した。江戸時代の北陸道は北国街道と呼ばれ、善光寺参拝の道でもあった。幕末になり、 開国を迎えると、新潟が開港五港の一つとなって栄え始める。長岡藩など、奥越列藩同盟に加わる藩が現れ、母親戦争では、薩長軍と敵対したが、敗北した。江戸幕府が崩壊し、明治政府が中央集権国家を成立させると、廃藩地権で多くの県が成立した。現在の新潟県には、新潟県、下越地方、 愛川県、佐渡島、柏崎県、中越地方と上越地方が分立したが、1873年6月10日には、新潟県に編入された。現在の北陸3県には、新川県、玄都山県や石川県や諏訪県、嶺北が分立したが、1876年8月21日には、すべて石川県に編入された。しかし、 各地の文献運動の結果、1881年2月7日には、石川県から霊北が福井県として分離され、1883年には石川県から旧新川県が富山県として分離された。峰南は、1876年8月21日、以後は滋賀県に編入されたが、1881年2月7日には、 滋賀県から分離されて福井県に編入された。北海道開拓では比較的人口が多く、さらに雪国の環境として適性のあった北陸出身者が多数移住し、実に全体の数の3割以上を占めた。明治に入ると鉄道が建設され、東京を中心にした陸上交通網が整備されたため、江戸時代まで交通網の主演だった北前船は、 衰えた。このため、明治以後は、陸上交通が、中心の経済体制が築かれていった。北陸地方は、国内でも、有数の人口を持つ地方だったが、高度経済成長期に、国土軸から漏れた結果、過疎化が、顕在化した。しかし、田中閣営政権下で、太平洋、ベルト地帯との格差の是正が謳われ、北陸自動車道が建設され、 北陸工業地域も形成された。これ以後は、それまでの農業地域から農耕石中型の地域に変わり、日本海側最大規模の工業地域を持つようになった。北陸地方の主要都市を掲載する、2007年度の北陸地方4県の県内総生産の合計は21兆6509億円である。これは、アラブ首長国連邦の GDP に、 ほぼ匹敵しており、世界で35位前後の国に相当する経済規模を有している。豊富な雪解け水を利用した灌溉用水を整備し、海岸のラグーン、型を干拓した広大な土地は、日本の代表的な穀倉地帯となっていて、コシヒカリなどの稲作が盛んである。それに伴い日本酒の醸造元も多く存在する。地域を象徴する。 腰を関する銘柄が目立つ。水産資源として、ブリやカニが水揚げされ、富山湾では定地網漁が盛んな漁場として知られている。石油の輸入が本格化する以前は、水を利用した水力発電を開発した北陸地方が、多くの電力を必要とする重工業に有利だった。水資源自体の価値と賃金の安さも、相まって北陸工業地域として、 富山湾岸や上越市周辺を中心に発達した。現在でも北陸電力は全国で最も安く電力を供給している。また豊富な水資源自体も工業、特に半導体産業等に有利となっている。金沢の金箔、鯖漠のメガネに代表されるような軽工業や冬の副業として発達した漆器、織物、そして和紙などの伝統工芸も多い。 北陸地方には、テレビ、東京系列のローカル局がない。新潟県、石川県はそれ以外の日本テレビ、テレビ朝日、TBS、富士テレビの通称、四大企業局の各民放系列局がある。さらに、富山県は、テレビ朝日系列のつぼねがなく、福井県は、テレビ朝日系列と TBS 系列のつぼねがない。 北陸地方でこれら系列の放送を視聴するには、ケーブルテレビ、衛星放送などと契約する必要がある。一部の地域では、他県の越境電波を利用でき、新潟県では関東地方の放送局を、富山県では石川県や新潟県の放送局を、福井県では石川県や近畿地方の放送局を受信できる場合がある。交通誌については、 北陸道の記事を参照。主な路線を記載。ここでは北陸地方を管轄する主な観光庁の出先機関を取り上げる。北陸地方の各県の経済動向や人的動向を見ると、東部の新潟県が関東地方や長野県方面との結びつきが大きいのに対し、西部の三県、富山県、石川県、福井県は、 この三県での結びつきや近畿地方のつながりが大きく、ただし、北陸新幹線の金沢延伸以降は、富山県、石川県においても関東方面との交流が活発になってきている四県の一体性は必ずしも高くはない。そのためこの西部三県においては、富山県、石川県、福井県の三県を一くくりにするための表現として、 北陸の地域名称を用いることがある。例として、北陸諸、北陸最大級といった表現が、この3県内のみを対象として使用されることが挙げられる。以下では、この北陸3県、富山県、石川県、福井県のつながりについて特筆する。北陸3県では、県庁所在地である富山市、金沢市、福井市が、それぞれの県での中心都市となっている。 富山は重工業を中心として経済力が発達しており、金沢は観光と商業が発達、福井は軽工業が発達している。全国から企業が進出し、北陸3県内で物販、サービスなどの業務を集約する場合は、金沢市に拠点を置く場合が多い。ただし業種によっては他に拠点を置くこともあり、一例として富山市には日立製作所、 東芝、水保銀行などが、福井市には、旭化成、東邊、飛島建設などが拠点を置いている。また、北陸三県の主要企業である、北陸電力、北陸銀行は、富山市に本社を置いている。北陸三県を統括する、行政機関、各省庁の地方支分部局、北陸農政局、北陸総合通信局、名古屋高等検察庁金沢支部など、 は、金沢市に集中し、日本銀行の支店も金沢市にある、福井市と富山市には、沢支店が管轄する、事務所を設置。電話番号の市外局番は、富山、石川が076台で、福井が077台。また、北陸三県振興の試みとして、富山県、石川県、福井県と、各県での最有力市である、北日本新聞、北国新聞、 福井新聞が共同でネクスト、Next、北陸キャンペーン実行委員会を組織し、毎年3県べてでパネル討論会などを行っている。同様に北陸3県と北陸経済連合会、北陸電力が北陸イメージアップ推進会議を設立し、対外的な北陸のイメージアップの調査、実践を試みている。富山県、石川県、福井県でそれぞれテレビ、 新聞、雑誌などのメディアが分かれていて、北陸三県全体を対象にする媒体は、あまり多くないものの、様々な形態で、番組の共同制作や企画ネットが行っている。全国紙は、地理的な関係で多くは、大阪本社制作のものが配送されているが、読売新聞のみ、東京本社、実際の発行所は、北陸市社イコール、高岡市福井県は、 大阪本社管轄の文が使われている。また、朝日新聞も1989年9月から2011年3月までは、富山県に限り、東京本社、実際の印刷は、名古屋本社が担当の管轄だったが、2011年4月より、大阪本社管轄に変更となった。北陸3県を対象とする番組及び番組内の、企画として、以下のようなものがある。 このほか、富士ネットワーク、FNS 加盟の北陸3県の3局、石川テレビ、富山テレビ、福井テレビが共同制作する番組も不定期に放送されている。北陸3県をエリアとする雑誌として、自然人、橋本各文動画2017年12月まで年4回発行されていた。ナンバー55で休巻。 北陸三県全地域共通の銀行サービスは長い間北陸銀行のみであったが2005年9月26日に富山第一銀行、北国銀行、福井銀行が産業間での ATM、CD 利用手数料無料提携及び産業とのビジネスチング、ビジネスセミナーなどを行う業務提携 FIT ネットを開始した2007年10月には FIT ネットが 時間外、休日を含め完全無料化することに対抗し、2007年5月22日に、福宝銀行と北陸銀行は、同10月をめどに ATM の相互無料開放をすると発表した。北陸銀行は2003年5月30日、北陸三県に本社を置く、または進出する企業の株式に投資をする、金融商品、北陸三県応援ファンドを開始した。 これに対し福井銀行、北国銀行、富山第一銀行は FIT ネット三県応援ファンドの募集を2005年11月15日から開始した。FIT ネット三県応援ファンドは80%がソブリン債など20%が北陸三県に本社を置く、または進出などで雇用を創出している企業に投資される。 北陸三県の電力は概ね北陸電力、本店、富山県富山市が送電し、敦賀市を除く福井県令南地域のみ、関西電力が送電する。どちらの家庭用電源周波数も 60Hz である。北陸三県は発電所の建設に適した立地に恵まれ発電所が多く存在している。そのうち、関西電力は、黒部川、昭川を中心に、 北陸地方では25か所の水力発電所、富山県24、福井県1と、福井県の若狭地方にある美浜、高浜、大井の各原子力発電所を運営している。若狭地方は、上記の関西電力の3つの原子力発電所のほか、敦賀市に、日本原子力発電の敦賀発電所や、日本原子力研究開発機構の有する高速、増殖炉、文樹、 新型転換路不原、現在は運転終了、廃作業中などがあるため、別名、原発銀座とも言われている。また、北陸電力も石川県に、市が原子力発電所を運営している。このほか、日本で唯一市営の発電事業を行う、金沢市企業局が、西川水系で、電源開発が、手っ取り川、九ず川水系で、水力発電を行っている。 北陸電力の電気料金は日本で最も安く、アルミ産業をはじめとする製造業が北陸に拠点を置く理由となっている。一般家庭の電気消費量も高く、富山が全国一位となっている。さらに、余剰電力を隣接する関西電力と中部電力に売却している。有効求人倍率、女性就業率が高く、通勤時間が短い傾向にある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。